也です。はい、ということで今日は、あまり需要のないお話をしたいなと思います。NBA の話なんですけれども、まあね、あまり日本では NBA が流行っていないので、まあ正直何の話なんだっていう人たくさんだとは思うんですけれども、ちょっと聞いていただければ嬉しいなぁなんて思います。まあ僕の趣味の話ですね。はい、で全然 NBA の話はねしてこなかったので、まあ、もちろん NBA の話してくださいという声もあったので、すいません遅くなっちゃいましてということで、今日はですね、デリック・ローズ選手のお話をちょっとしたいなと思います。ちょっと噛みかけたけどね。というのもですね、今日はね11月2日にもうなっちゃったけど11月1日ですね、多分向こうでアメリカではハロウィンの試合だと思うんですけど、多分ねハロウィンの試合でですね、デリック・ローズ選手も30歳になりましたか、がですね50ポイント、1人で1試合50ポイント取った、ゲームがありました。ミネソタ・ティンバーウルブスという今チームにローズ選手いるんですけれども、このですねローズ選手、まあ、もちろんスーパースター、超スーパースターだったんですよ。まあ、だったとはあえて言いましたけど、僕の中ではずっと超スーパースター選手です。でしゅけど、その、彼はですね、ちょっと話すのは難しいな。あのね、怪我をしちゃったんですよ。その前にまず50ポイント、1試合50ポイントっていうのはなかなかすごいです。大体まあ NBA の試合は、全部ね、チーム同士がまあ100対100とか、それぐらいで終わるような試合なので、バスケっていうのはね、まあ100点いかない時もあるし、まあ120対110とかもあるんだけど、まあ大体それぐらいのゲーム展開なんですよ。で、その中でやっぱ一人で50ポイントっていうのはめちゃくちゃまあすごい数字なんですが、まあ超スーパースターの人たちなら、たまに取ることもあるような数字なんですよ。だから今回僕はちょっとその試合見れなかったんですけど、ハイライトで見てインタビューと、で久しぶりにちょっとね泣いちゃいましたね。ちょっとうるっと来ちゃいました。はい、でそれがなぜかっていう話なんですよね。ちょ今日長いですよ。ちょっとささやき声が好きな人にはまあねちょっと話は面白くないかもしれないけど、長いんでそういう点ではちょっといいかなと思います。すいません。でそのなぜすごいかというのはですね、先ほども言いましたが、彼デリック・ローズ選手はですね、シカゴブルーズに、超大型新人として2008年9年シーズン、バスケはね冬なんでまたがるんですよ。2008、9シーズンに、ドラフト1位かな、そうですね、全体1位指名なんで1番指名ですね、NBA のドラフトで。で、1位指名でシカゴブルーズに入りました。これは皆さんも知ってるかもしれないけど、マイケル・ジョーダン選手がいたチームで超有名なところですね。で、さっき僕も見たんだけど、ガードのポジションの選手が、1位指名されるのは、96年のアレン・アイバーソン以来ということで、まあ、僕はアレン・アイバーソン大好きだったんですけど、それ以来のことということで、まあ、小さい選手ですね、すばしっこい選手と思っていただければまあいいんですけど、パスうまかったりね。でデリック・ローズ選手はどちらかというと点を取りに行くような選手です。でですね、超大型新人で入って、まあ新人王も取りましたと。
ですね、新人を取ってますね。取ってですね、もう華々しいスタートですよ。で、始まってですね、今、次の2009、10シーズン、もう、まあね、こう、残り調子というか、まあ、それなりにやっていくわけですよ。で、ここで、3年プレイします。シカゴブルースで。で、この時、3年目、ちょうど3年目に、22歳6ヶ月で、シーズン MVP を取りました。デリック・ローズ選手。で、彼は、それが、史上最年少ですから、シーズン MVP 一番若い記録を塗り替えたんですね。22歳6ヶ月っていう。だまあ、ほんと素晴らしいですよ。めちゃくちゃかっこよ。よかったです、本当に。皆さん、デリック・ローズ、皆さん、調べてみ、あ、今日ね、ちょっと僕動画を見ながら、この後喋りたいと思うんですけど、その動画、僕が見てる動画全部説明欄とかコメント欄とかなんかいろいろ貼っとこうと思うんで、皆さんぜひ見てみてください。めちゃくちゃかっこいいんで。で、そんなに大きい選手じゃなくてね、やっぱり何センチかな、191か。191って書いてるんですけど、大体 NBA みんなサバ読むんで、まあ185センチぐらいかもしれないですね。そんなに大きくないんです。2メートルが当たり前の世界なので。で、まあ、史上最年少 MVP を取り、3年目に。で、4年目です。こっからもう、23歳ですよ。まあ、優勝も狙っていこうぜっていうところでですね、シーズン始まった直後だったかな。いつだったんだろう、これは。ですね、あ、違うか、プレイオフか、このシーズンの終わりだね。いいですね。ちょっとね、この動画見たくないんですけど、ちょっとやっぱこれもやっぱ皆さんにはいきなり怪我のところから見せるのもあれなんですが、ちょっとね、まず、あ、そう、順番的には、動画の順番的には一番上にデリック・ローズのかっこいいプレイ30みたいなやつ一番先貼っとくんで、まずそれ見てください。よかったら。興味ある方はね。で、その次にちょっとその段階を追っていくんですけど、その怪我のやつがね、こうあるわけなんですよ。で、この怪我ですね、2012年の、いつだろうか。まあまあ、プレオフですよ。に、出てですね。これほんと、痛々しいんですけど、これ、ばーっつって、あーって、これ、痛いなんです、これ。痛いですね、これ。はい、これ、左、膝、前十字靭帯断裂っていうですね、まあ、スポーツを、やられてる方、スポーツを知っている方ならわかると思うんですが、前十字靭帯断裂っていうのはですね、もう選手生命に関わる大怪我です。これを彼は23歳ですか。で、やってしまって、で、全治までに8ヶ月から12ヶ月を要する大怪我って書かれてますね。本当に大怪我ですね。断裂ですからね。っていうのがあってですよ。もうこれすっごい僕ショックでしたね。別にその頃はね、そんなにめちゃくちゃ応援してる選手というわけではないんですが、まあ僕 NBA 全体が好きなので、その、ね、やっぱ応援してるチームとかもちろんありますけど、やっぱショックですね。あららってなって、で、そのシーズンがもうもちろん終わりですよね。で、次の2012、13シーズンも完全にもう手術とリハビリでもう亡くなっちゃったんですね。もう全く出れないんです。で、それ、ね、その後2013、14シーズンに戻ってきたんですよ。でもやっぱりもう元のプレーはできないだろうと言われてて、で、結構ね、めっちゃくちゃ早い選手で、勢いもあるしね、もうスピンムーブがまあすごいんですよ。もう、そら、負担もかかるわ、みたいな感じなんですけど。で、そのプレーはもうできないだろうって
ね、23、4歳とかでですよ、言われて、まあ、復帰したんです。2013、14シーズン。で、復帰した直後だったかな、これ。11月なんで、10月の終わりにシーズン始まるんですけど、復帰したら次、右膝半月板断裂です、今度は。しました。で、もう、ね、いきなりですよ、やっと、もうね、1年半くらい空いて、復活して、この右膝半月板断裂ってなってですね、もう、これはみんな、ダメなんじゃないかって思ったんですね、一度はね。で、そういうことがあって、で、次のシーズン、2014、15シーズン、また戻ってきました、彼は。それでも、頑張って、戻ってきて、2月、ですか。また、右膝半月板部分断裂、3度目の大怪我ですね、に、あってしまいます。左膝、前十字靭帯断裂、1年空いて右膝でさらに次の1年右膝ですよ。もう本当に運命なのか何なのか、その試練なのか分かんないですけど、本当にね、そのかわいそうなんて言ったらダメかもしれないけど、かわいそうだと思ってしまいました。で、今も読みながらまだちょっと泣きそうになってくるんですけれども、僕はね、っていうことがあって、そこからもうちょっとね、やっぱ低迷しちゃったんですよ。で、移籍があって、ニューヨークニックス行って、キャバリアーズ行って、で、そのニックスにトレードしたされた後も、もう一回ね、僕知らなかったんですけど、2017年、去年ですね、の4月に左膝の半月板を断裂するってまた書いてるんで、4度目ですか、これ。でも断裂、断裂、断裂、断裂ですよ、こう。断裂、断裂、断裂、断裂っていう順番で来てて、もうね、わかると思うんですけど、もう無理ですよ。引退も囁かれてたんですけど、無理ですよ。で、そんな彼が今年、ミネソタ・ティンバー・ウルブスというところに移籍して、またね、ベンチ、もうベンチスタ、超スーパースターだったんですよ。で、ベンチスタートみたいな感じで、まあ、受け入れてやっていくみたいな感じの中での、今日、まあ、現地時間、ハロウィン10月31日の試合で、50点、取ったんです。で、僕がハイライトで、その、見たんですけど、その、もう途中、最後、しかも50点で、ね、キャリアハイなんですよ、自身の。彼その最初すごい華々しいスタートで始まった頃も50点取ったことなかったんですよ。その彼がそんだけ経験、いろんな怪我を経験してきて、で、今までのプレーもできないっていう中で、外のね、スリーポイント、遠いところから打つスリーポイントシュートとか練習したりだとか、いろんなその技を身につけて、もう一回一人で50点取って勝ったんですよね、今日。で、それちょっとニュースで見て、マジかと思って、泣きました。もう、本当に、もうなんだろう。その間もね、そのやっぱファンなのか、アンチなのかわかんないですけども、言うわけですよ、あいつはもうダメだとか。で、それこそ僕ちょっと日本でも見かけたんですけど、彼はなんかその怪我、になってからもそんなに練習してないんじゃないのかみたいな言ってる人がいて、よく言うぜって話なんですけど、でも証明したわけですよ、今日。まだ50点取れるぞ俺はって証明して。で、彼はね、その2011年にね、日本で大震災があったじゃないですか。で、彼ちょうどその怪我したのがその時ですよね。ね、最初に前十字靭帯断裂した頃ですよ、に、彼は、その、僕たち、日本が大震災にあったのを聞いてですね、
彼はですね、結構ね、知らない人多いと思うんですけど、彼は、10日後に、その大震災があった10日後に、試合で1得点を挙げるごとに、1000ドル、約8万1000円を寄付すると言ってですね、その頃、1点彼が取るごとに自分でね、8万円寄付してたんですよ。すごくないですか？で、それに対してローズ選手は、こういうことをするっていうのは、その、なんて言うんでしょう。こう、ローズ選手がね、後悔しないようにこう、トライするだけだ、みたいなことを言ってて、どんな逆境でもトライすればいい方向に物事が進むと信じてるって言ってて、で、どんなトラブルが起こるか、わかんないし、俺が怪我をしたように、どんな壁が現れても一人の男としてそれを乗り越えなければいけないって言ってて、でそういう信念からその寄付もするんでしょうかってインタビューされて、でそうだと、国籍も人種も関係ないって、困っている人がいるなら手を差し伸べたかったって言って、彼は仙台にも来てですね、バスケクリニックをやったり、そうやって寄付したりとかしてくれてて、本当になんでしょうね、自分が恥ずかしくなってくるますね、本当に。でそんな彼なんですけど、で彼がもう今日その50点取ったんですよ。でも最後の方もう自分でも試合終わりぐらいにね、ちょっと泣きながら終わりに向かってって、で最後インタビューでもね、もうかなりもうやっぱ泣いてて、でなんて言ってたかな、今日の試合で、もうほんとね、すごかったですよマジで。でそのね、今日の試合のやつも貼っとくんで、公式のやつで、もう言葉が出ないみたいなこと言ってましたね、本当に。でレブロン・ジェームスっていう、まあ今の本当に最強みたいな選手がいるんですけど、彼もですね、本当に今日のその試合に対して素晴らしかったっていうのを言ってて、これが NBA の素晴らしい部分でもある、スーパーヒーローはたとえ倒れてもスーパーヒーローなんだっていう感じで、で今日デリックはね、今日自分がスーパーヒーローであることを証明したっつって言ってて、で他にも、カリー選手っていうのはね、ゴールデンステートウォリアーズにいるんですけれども、彼もすげえなっつって、ちょっとどこに言葉どこ行っちゃったか忘れちゃったけど、最高に尊敬しているみたいなことをね言ってました。でほんとね、そうなんで、まあこれを取ったかというとね、僕も寝ようかなと思ってたんですけど、なんかもうなんだろう、ちょっとでもなんか知ってくれたらいいなと思って、でもスポーツってほんと最高だと思うんですよね。で僕はまあ本当に NBA がもうめちゃくちゃ好きで、なんだろうね、なんでもこう、なんでもさ、例えばお笑い見てても、テレビとか見てても、音楽とか見てても、すごいなんだろう、自分だったらこうするなとか思っちゃうタイプで、音楽聴いてても自分だったらこうするなとか、そういう風に考えちゃうんですけど、 NBA っていうのはもう自分だったらとか考えられないぐらいのレベルの話で、僕からするとそのだから常に受け身で楽しめるものなんですよね。であんまりそんなにこう受け身 100% 受け身で楽しめるものって僕はあんまりないので、そういう部分でやっぱ本当に感動するし、本当にファンっていうファンの精神で楽しめるのが NBA で、ね、日本だとねスラムダンクだったら知ってるっていう人もいると思うんですけど、
あのスラムダンクっていうのは本当に NBA の愛がたくさん詰まってて、あの NBA が知ってる人が見るとね、もう選手の顔からその描き方、その動きとかもね、 NBA のあの場面を切り取ったものだとか分かるぐらい、あの人は井上さんですよね、書いてあるね、は本当に NBA を多分愛していらっしゃって、でそれを本当にうまく消化してあの書かれた作品なので、もしあれに感動することができるんだったら NBA を見れば絶対に感動できるし、上回る感動を絶対得られると思うので、まあもうちょっと日本でもこうね、広まってくれたらいいなと僕は思います。で僕がね、僕小6か小5ぐらいの時にあのビンス・カーターっていう選手がね、すっごいダンクの選手がいて、で彼がたまれオールスターだったと思うんですけど、ダンクコンテストっていうのがあって、そこでここまでね、手をもう入れてダンクしたんですよ。もう飛びすぎてリングにさ、こうこんだけ手が入るみたいな感じでのを初めて見てびっくりして、そこから僕見出して、でその頃ね NBA を毎日見るっていう方法があんまりなくて、NHK でたまに BS で放送されてることは今もあると思うんですけど、あったんですけど、その時はねスカパーで NBA リーグパスっていうのを買って、あれね2万ぐらいしたんじゃないかな、シーズン1シーズン2万とかしたと思うんですけど、それで毎日アメリカの放送そのまま日本で見れるっていうのがあって、 CM とかもね全部向こうの CM が入るし、全部英語だったんですけど、僕中学生の時、本当それ中高生ぐらいの時見てて、でクリスマスゲームとかになったらさ、あのね、あのサンタさんのそのコーラの CM とかもあって、そういうのも楽しかったんですけど、でまあそれぐらいして見なきゃ見れなかったんですけど、今はね僕も今楽天で見てるんですけど、なんか楽天のなんだっけ、楽天 TV みたいな、なんか名前変わったのかね、忘れちゃったけど、楽天のやつで月額900円ぐらいでね、まあ1000円ぐらいで結構毎日試合どれかやってるみたいな感じで見れるんで、ぜひね楽天で見ればいいんじゃないかなと僕は思います。ワワワでも見れるんですけど、ワワってなかなか高かったりもするし、まあ他にも映画とか見たい人はね、ワワワでも結構見れるんでおすすめなんですけど、NBA だけ見たいなら今結構楽天がいいんじゃないかなって思いますね。はいはい、もうちょっと泣きます、マジで泣きますよ、マジでね、ほんと僕アイバーソンがね、ルーレイカーズのあの試合でルーを乗り越えた時も泣いたし、ノビツキーが初プレーオフ初優勝した時もね、あの時実家にいたんですけどね、普通に泣きましたからね、僕昼間から普通に涙流して泣きましたけど、今日もなかなかちょっとうるっと来ちゃいましたね、ほんともう NBA ラブなんで愛してるなって思います。キモいね、キモいとか言わないでねはい、ということで初めてかな、ちゃんと NBA の話をしたのは。ぜひ皆さん、デリック・ローズ選手マジ男前なんで、うん、ちょっといろんなね NBA の公式の YouTube チャンネルとかもあるんで、それでいろんな選手見れるし、まあ、英語だけど、まあ、楽しめると思うんで、ぜひね見てくれたらいいなと思います。はい、僕はこれでちょっとでもなんか少しでも1ミリでもいいから、なんかこういう NBA ローズ選手に対して何かできたらいいなと思いました。はい、ありがとうと言いたいです、ローズありがとう。はい、ということで雑談でした。長くなってしまったかな、はい、30分くらい喋ったかなということでした。またねこういう話もたまーにするかもしれません。
ということで、達也でした。おやすみなさい。